現政権採点は何点ですか。あの時は合格点っていうふうには申し上げたと思うんですが、下方修正ですね。米倉会長は菅政権について政治の強力なリーダーシップが重要だが国民には見えてこないと述べ、原発の事故処理などで指導力が欠けていると指摘しました。その一方で、総理が1年で交代すると諸外国との信頼関係が培われないとして、菅政権の早期退陣に否定的な見解を改めて示しました。